河合楽器の社員時代ですね、 US シリーズっていうのがこう あるのしてたんですが、普通のこういう形のピアノで4機種あったんです。4機種ね、NS の10、15、25、35っていうね、でした。でそれにさらに4機種あったんです。 US の55、65、75、95って、つまり当時の河合の黒いピアノのラインナップの中で一番高いピアノで、私ね当時社員時代ですね、いやーこの US95 なんて買う人どんな人なんやろかって、まあこんなピアノを受けたら幸せやなってね、まだ20代の私でしたけど思ってました。で、実際にこれを買われて調律行きましたけど、大体大邸宅ですね、もうでっかい家のお金持ちの人、まあまあそういう人が買うピアノです。最高級の、まあまあベンツで言うと S クラスとかゲレンデとかいうクラスですね、になりますが、この蓋のところもちょっとこうね飾りが入ったりして高級感がバリバリありますよね。 US の95、製造番号が1950502です。そしてアグラフで入ってますね。グランドピアノの部品が低音中音入って、まあ、音率を安定させるということで入ってます。さらにですね、これはアクチュエーターというですね、これ見てくださいね。実際に出ない音のところに弦が2本張ってあります。こんなね、贅沢な高級な作りするピアノ、もうここ最近見たことないんですが、まあこれは超すごい、すごい高級ピアノ。そしてさらにですね、ペダルがグランドピアノのペダルなんですよ。普通、真ん中のペダルはジャック音ペダルですが違うんです。これね、音を出して足を踏みます。この音が伸びてるでしょ。でも他の音は、まあラフマニノフのこの鐘っていう曲とかね、それから何だったかな、ドビュッシーのですね、なんとかという曲ですね。沈める寺だったっけ。まあああいう曲の時にまあ使いますけど、まあまあまずほとんどグランドでも使わないんですが、ただアップライトにこれが搭載されるっていうのはもう驚異的な、すごいことですね。これはなかなかありえないです。そしてじゃあ真ん中の元々のマフラーはどこにあるかというと、ここにあるんですよ。レバーね。肝臓じゃありませんが、レバー、ここにあります。こういう風にしてね、カチッとやると、音が小さくなる。戻すと、大きくなるという。で、この構造は実はですね、河合の最高級モデルですが、うちなんとですね、ヤマハの最高級モデルもあるんですよ。これ。UX の 50BL ですね。これ、同じです。これも、まあ、あの真ん中のペダルをですね、でからこれをやると、ヤマハの最高級モデルがこれですね。はい、でここに確かレバーがあるんです。これね、レバーがでマフラー戻すと、だからまあヤマハの一番ええやつが欲しい方はこれ、河合の一番ええやつが欲しい方はこれ、両方並んでるので、ちょっと選ぶの楽しみですよね。どっちの音が好きでしょうかね。じゃあ河合の方の最高級の、いや本当このピアノ持ってる人は幸せな思うんですけどね、中古でもめったに出ませんのでね、本当に。狂ってるのでちょっとねふわっとした感じしますが、まあ、きちんと調律してから音は取り直しをしたいと思います。河合の最高級、当時の8機種の中の、だから木目入れたらもっと種類多いんですが、8機種の中の一番高い最高級モデル US95、 中古ではまずめったに入らないモデルですね、こういうすごい機能がついたものですが、もう1台限りです。ご希望の方は早めにご連絡ください。河合の US95 のご紹介でした。それではさよなら。